それではミッチーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介お願いします。はい、恩田道則でよかったらミッチーと呼んでください。出身は新潟県です。社内ではですねコミュニティマネージャーとして活動しています。グローバル人材アップデートする大人学校のフォローをやっていたり、あとは、オンラインゼミの企画をしたりしています。よろしくお願いします。お願いします。今回の企画が世界一周した旅人におすすめのスポット、旅先を聞くってことなんですけど、はい、ミッチーさんどんなところおすすめですか？はい、世界一周をですねする人は多分南米に行く人が多いと思うんですけど、その時に困るのはスペイン語なんですね。でそのスペイン語の留学のスポットとして今回はグアテマラと、コロンビアとあとボリビアの3つをおすすめしたいと思います。紹介したいと思います。それどんな感じで留学しに行くんですか？はい、でそこの3カ国は、現地にです、格安の学校が、あります。で学校が、大体1ヶ月通って6、7万円ぐらいで、学校プラスあとホームステイがついてます。でその3カ国行ったのも、アンティグア、グアテマラのアンティグアが有名なんですけど、それ以外にコロンビアだったりボリビアもどんな学校があるのかなと興味があって行ってみました。ちなみに学校ってどういうふうに見つけるというか入学したんですか？はい、学校はですね、世界一周中に出会った、旅人に聞きました。でそれ僕のルートは西回りだったので、アフリカでですね、エジプトで出会った人にこれから南米圏に行くんだけどどうしたらいいっておすすめされたのが、グアテマラとコロンビアとあとボリビアだったので、その3カ国にの学校を聞いて行きました。でその後また Facebook、Twitter で投稿してなんか紹介してもらったところが合致したんです。この3つは選びました。でもそれは向こうに行ってメッセージをして入学させてくださいみたいな感じですか？グアテマラに関しては事前にもう予約のサイトがあって、でそこで予約してからグアテマラに来ました。ありがとうございます。向こうでのその留学の時の生活ってどんな感じなんですか？はい、で生活は、グアテマラのそのアンティグアという場所だと朝の、午前中はずっと学校があるので朝起きて、学校に行きますと。で3時間4時間くらい勉強してから帰ってきて、ホームステイなので、家でも家族でずっとスペイン語の会話するのがもう勉強みたいな形 で夜までやって、夜は街で飲み歩きみたいな、でまた朝起きて勉強が始まって、でホームステイで帰ってきて家族と会話するっていう日常をずっと繰り返してました。その3カ国合わせてどれぐらい学校に行ってましたか？3カ国はグアテマラが1カ国とコロンビアも1カ国、1個、あとボリビアも1個の合計3個行きました。期間的にはこう何ヶ月ぐらいですか？期間は、グアテマラが2ヶ月、コロンビアが1ヶ月で、ボリビアが1週間です。そうすると、だいたい3ヶ月ちょっとぐらい、うんうん。スペイン語ってどれぐらいできるようになるんでしょう？3ヶ月経つと、なんか自分が伝えたい簡単なスペイン語は喋れるぐらいで、ただやっぱリスニングが結構難しいんです。聞くのが難しいので、でスペイン語何言ってるかわからないときは、なんかノーエンティエンドっていうのがわからないって意味なんですけれど、全部ノーエンティエンドって返して、こっちは伝えたいことを喋るっていうスタイルでずっと旅をしてました。はい、ありがとうございます。そしたら最後にスペイン語の留学だったりとか南米旅したいなという人に向けてアドバイスをお願いします。はい、です、南米皆さん好きな人が多いと思うんですが、多分想像以上に英語が通じません。例えば OK とかトイレとか、ワイン、ビールみたいな単語全く通じないので、ぜひですね南米旅する前は、その3カ国の中でおすすめはグアテマラのアンティグアって場所なんですけれども、そこの場所でですねスペイン語を勉強してからぜひ南米を旅してもらえるともっと旅が楽しくなるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい。